今日はこの3人で鶴市の心霊スポット回ろうと思います。男の人がずっと現れて黒い小屋がいっぱいここにあるじゃん。はい、というわけで田原神社なんですけど、さっき回ったね、佐伯橋の裏手ですね、まあ、松尾芭蕉の像があった裏手にある神社なんですけど、佐伯橋、松尾芭蕉の像とね、いろいろありましたけど、この田原神社も結構いろいろあるということで、僕もネットで調べた限りは、まあ、人形にまつわるなんかいろいろありますよって書いてあったんですけど、ちょっとぜひここはね、地元の堀島さんに話があるならば聞きたいんですけど、ここもやっぱりある、はい、あるんですね、あるんですね、やっぱり。ちょっと話してもらっていいですか。ここで境内に人形を置くと家まで戻ってくるっていう噂があって、もうすぐ怖いし、自分のちっちゃい頃にはもうなくなったんですけど、昔はここの境内に山の中もなくて人形が人形が、はい、めちゃめちゃ飾られてたというか、今ではこんな感じで綺麗に整えられて、はい、人形置かないでくださいって書かれてるんですけど、はいはい、今から7、8年くらい前に、はい、地元の大学生でもう卒業しちゃった子が言ったんですけど、はい、その噂仲間内で試してみようぜって話になって、うん、まあ、じゃんけんかなんかあって、で当時流行った喋るクマの映画、あ、テッド、テッド、テッドね、はい、喋、はい、るやつね、はい、UFO キャッチャーで撮ってたこのぐらいのテッドを彼に A 君がここに置いたらしい。はいはい、A 君帰ってきたら、まあ、案の定別に部屋にも何もないし、まあ、こんなもんだなと、まあ、そんなもんですよね、普通はね、日常生活の中で過ごしてるうちに回収し忘れちゃって、ここ通ったらもうペットなくなっちゃってて、はいはいはい、まあ、管理さんか管理人さんか片付けたんだろうなって、まあ、まあ、はい、そうよね、神社管理してる人がね、はい、こんなところに置いてあったら、でも人形供養しないでねと、ここに置かないでねって言ってるわけだから、まあ、片付けますわ、まあ、でマナー違反しちゃったなと、悪いことしちゃったなと思いつつも忘れて、で数ヶ月経って A 君が部屋にいるときに、まあ、もうそろそろ寝ようかなと思ってバスルーム行って、鏡で戸棚になってるところあるね、あの鏡になってて開けたら歯ブラシとか入ってるんですね、はい、あれ、まあ、戸棚開けた瞬間に綿とか泥とかぐちゃぐちゃだと思って、このままって出てきて、うん、で何これ、茶色だったり白だったり、よく見たらこれテッドなんじゃないかと。じゃあ何、そのここに置いてきた人形がだいぶ経ってから、なぜか自分の家の洗面所のこの戸棚の中にいた。めちゃくちゃ何それ、超気持ち悪いんだけど。もう泣きながら A 君を燃えない方に入れて、今度は帰ってくるなって。でそれがあったのかな。はい。そりゃあまあ人形やぬいぐるみを備えちゃダメって言うよ。インターネットで調べた時は人形が帰ってくるらしいぐらいの感じで噂話になってたんですよ。だから、あ、なんかそういう疑惑があるような神社なのかなって、まあ、確かに書いてあったからさっきね見てね、うわっと思ったけど、これ多分やっぱ地元にいないと聞かないじゃないですか。でも地元の大学生の話なわけですよ。これなかなか危険な話だと思うんで、本当にありがとうございました。というわけでね、本日は山梨県都留市の心霊スポットということでね、佐伯橋と田原神社のちょっと2つをね回ってきたんですけども、都留市はまだあるんですか、そういうシーン。あるんですね。やっぱりあるんですね。ちょっと僕も下調べした感じ、まだありそうだな感はあったんですけど、ちっちゃい町なのに。なるほどね、はい、じゃあちょっとまあもう一箇所ぐらい案内してもらえるって感じですよね、はい、そっちの動画もまたぜひ見ていただけたらと思いますけども、リアちゃんどうでした。いやもう苦手なんですよね、こういう怖い感じのやつ。うん、もうなんで来たんだろうなっていう感じに。なんか普段全然霊感があるとかそんなんじゃないんですけど、やっぱなんか橋とかなんか奇妙な感じするんですよね。だからなんか見えちゃうんじゃないかなと思って、ずっと森島さんを視界に入れるようにしました。でも分かんないですよ、確かにこういう心霊スポットとか巡ってるうちにちょっとマジでその霊感とか開花しちゃうってことは、まあ、ありますよね、はい、あるので、ちょっとまたなんか後日なんかあったら言っていただけたらと、はい、あの報告していただけたら、まあ、あ、開花しちゃったんだねって受け止めて、そっかって言っときます。わかりました。特に何もしません。してくださいよ。ただの怪談師なんで別に霊払えるとか何もないんで。責任取ってください。ちょっと違う意味になっちゃうから、ちょっとそれはちょっとやめてね。というわけで本日の動画ね、面白いな、怖いなって思った方はよかったらいいねボタンをお願いします。チャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたね。
生き物いる感じが全くしないよ。デリケーター。